じゃんこんにちは、こんばんは、おはようレイです、えー。今回ですね、この、またスタイルということは、レイズスタジオレディオ。レイズスタジオレディオということで、まあ、ラジオ感覚で聞いていただけるといいのかなと。まあ見ていただくとかですね。まあ作業しながら、他の動画を見ながらとかですね。まあ何かしながらですね、耳だけちょっとこちらの方へ傾けていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。 東洋経済の工事で,ですね、ちょっと話題になっているものがあって、必ず交際希望が来る30代婚活女性がしていることということで、変わる婚活者の価値観、金銭事情と成功の秘訣という見出しで、今回ですね、1月これは4日の記事になるのかなまあ最近のものになりますんで、 で、なんかね、あのー、まあ、婚活しているある30代の女性が、えー、ね、婚活、すごい、あの、必ず交際希望が来ますよっていうね、なんでっていうところがあるんですけど、まあ、余談としてですね、他の方の例で挙げても、あのー、専業主婦をやってくれという男性に対して、えー、今、20代、30代の、 女性たち。必ずしも、専業主婦になりたいと思ってるわけではないですよっていうことをまず、ここで、えー、このね、ライターさんが言ってるんですけど、というのも、もともとですね、あの、昭和の流れから、えー、女性が、奥さんとしてね、妻として、家事をするとか、家庭を任される。まあ、家事全般ですね。あと、育児。で、今ですね、あの、 共働きだとか、育児分担とか、家事分担って、当たり前になってしまってるんですが、まだまだ古い世代、特に30後半以上、うん、今はもう40代かな ?40 代、50代、60代で婚活されている女性の中では、あの男性が金だとか、えー、生活の面倒だとか、必ず主軸になるのは男だよと。 だから私は仕事やってても辞めるかもしれないし、あとは、あの、男性の給料だけで食っていけるっていうのが理想とされていたわけですね。っていうのはそれは昭和時代のお父さんお母さんたち世代、もしくは先輩世代っていうのが、そういうことを当たり前のようにやってきたんですね。で、時代は、あの、高度成長期だとか、バブル期だったりっていうことで、まあ、景気が良かった頃で、でしかも、 男女平等という言葉は全くなくて、なんとなく女の人っていうのは男がご馳走するもんだとか、すべて男が頑張るのが当たり前だっていうのは、その時代の背景として流れ、まあ習慣としてあったわけですよ。だからデートでも何でも若い子でも、まあ老いた年齢でも年、なんていうのかな、若い子でも、常に男性が デート代を払うとか、お茶代を払う、すべて男の方で、ある程度、賄うと。で、あと、車を持って行って当然だとかね。今、あの、ほら、あの、若者の車離れとかっていうのもあったり、まあ、それは実際、ほら、維持費だとかもかかったりするし、特にでも車に出かけることもないし、電車があればもう間に合うよねっていう世代も増えたっていうのもあるんで、別に一概に車が気嫌いされてるとかそういうわけではなくて、 まあ車に乗る機会というのをそんなに重要視しなくなったよと。昔はほら、何も交通機関とかそんなに発達してないし、時間に縛られるの嫌だし、みたいな。で、みんなが持ってるのがね、一家に一台持ってるのが当たり前みたいな、あの時代だったわけですよ。すべてそれは全部昭和からの流れで、で、平成の半ばぐらいまでそれはずっと続いてたわけですよ。で、平成の後半ぐらいになって、おやおや 男女平等っていうのが強めにこういろんなところで怖高にこう叫ばれえ。そしてそれが今やもうほぼですね。もう平等だからいいんじゃねっていう。で、格差もなくなってるじゃん。実質みたいなね。まあ雇用形態が違うあれは別と別として同じ正社員同士であればもうほぼ男性と女性でね、格差をつけてるっていうところの会社は 逆に珍しい。ほぼないと言ってもいいんじゃないかと。で、じゃあ、その20代、30代の人たちが、なんで、まあ、こう、変わったわけじゃないんですよ。変わってきたわけではなくて、時代がそういう流れになって変化をしていって、それに対して人間の環境も変わって、自然とそういう割り勘だとか、女の人も働くのが当たり前みたいな形になっているので、今まで、 で、あのー、皆さん婚活されたこととか、ある人はよくわかると思うんですけど、男のスペックを見て、年収が何々とか、公務員だとか違うとか、なんかそこを重視してたわけですで、それは、男の金で食っていこうっていうことがあったか、背景があったから、どうしてもそこは重要視されていて、 結婚相談所側でも男は年収書いてください。女性はいいですみたいな方もいるんですよ。今って20代、30代で結婚相談所行ったとしても女性も年収無理,無理に書けとは言ってるとかないんでしょうけど書いた方がお見合いが決まりやすいんですよ。で、書く女性というのは自分も出し惜しみなくお金を ね、二人のお金でやっていきましょうと。パワーカップルみたいな言い方だよね。年収二人合わせて1000万以上っていうのがなんかパワーカップルとかって言ったりすると聞いたことがあるんですけど、違ってたらごめんなさい。で、そこまでなくても、例えば350万円同士で、で、世帯年収にすれば700万になるんで、子育て可能になってくるわけじゃないですか。で、あと、 変わってきたのが必ず結婚イコール子供というふうな考えが起きてないんですよ。もう昔はさ、ほら結婚して男の金でね、やってって専業主婦、奥さんが専業主婦になってね、子供を作ってみたいなね。それで、夫婦二人、子供一人とかね、子供二人とかね、三人兄弟とかね、家族五人とか四人とかっていうのが、これが当たり前みたいな感じの 状況になってたわけですよ。幸せな家庭の例みたいな。だけど、今は、生活だとか環境だとかも、もう変わってきて、いやいや、子供とかに金をかけるなら、まあ、なんていうのかな、私立大学までね、子供をね、0歳から、うっ,って大学まで出すと2000万円かかるって言われたんですよ。今はほら、教育費無料とかあるから、ちょっと計算がね、そこはまた変わってくるんだろうけど、それを、 考えると、リスクでかいよねと。自分たちにやりたいこともなくなって、結局、子孫を残すためだけが結婚みたいな感じじゃないですか。で、それはそれでそういう考えは、もちろん間違ってるわけじゃなくて、そういう考えもあるよと。ただそうじゃない考え方もあるので、だから一概に結婚イコール子供を儲けるっていう考え方はもう古くなってきてると。だから最初から、 この20代、30代のじゃあ、婚活ね、このライターさんが言ってるのは、そういう相談所行ったとしても、まず子供をんぬよりお互いが協力し合って、この不安定な社会、ね、これを世の中を切り抜けていこうと。生きて、共に協力して生きていこうよっていう考え方に今変わってきてると。 で、逆にその男性陣で、ね、若い方で、いや、女性が、うちの親みたいに、専業主婦になって子育てをすべきだ、みたいな方もいらっしゃるんですよ。そういう相談所にはまだそういう方がいるらしいんですけど、で、そうやると、結構、高確率で断られてるらしいです。女性側からね。いや、なんで今やってる楽しい仕事を捨てろって一方的に言ってくんのと。なんでこっちだけの仕事のことを言うのと。 そっちはやめないのみたいな感じになるわけですよ。極端な話をするとね。だからいい傾向ではあるんじゃないのかなと。なんかこう、ね、昭和の悪しき習慣みたいなもの、ね、古,び古い世代がよくね、言われている、なんていうのかな。当たり前の常識みたいなね。でもそれは常識じゃなかったんだよね。 みんなが常識だと思い込まされていたものっていうのが実際生活違くねっていう今の現代に合ってないよねっていうのでその20代30代の方たちが自らそういう傾向に今向かっていってるとまあこれすごいいいことなんじゃないかなというふうにねでお金があって独身で実家暮らしの男の人ここにもちょっと書かれてるんですけど 特に40、50になってくると、実家暮らし男性って嫌われるんですよ。だってなんで相手の家に一方的に私が入んなきゃなんないのってなるわけですよ。で、これは、ちょっと前から、あの、結婚の条件として、長男嫌だっていうのが <laughs> あったわけですよ。これはもう平成の半ばぐらいから言われたのか,かな男女平等は、平等が歌われてからね。なんでそっちばっかの家庭に、面倒見なきゃいけないのみたいなね。 中には、どっちの面倒も見ないっていう条件で結婚するならいいですよっていう女性も、自分は会ったことあるんですよ。そういう女性ね。まあまさに、それは確かに平等だなと。で、親自身も、子供に頼るような生活をしていくっていうかね、その子供に寄生するような生活をするっていう、そして自立っていうか、その、なんていうのかな。 頼らなくても生きていけるような、まあ、財を成してないっていう方も多いんですよ。子供さえ作れば何とかなるだろうとか、そのさ、なんで自力で何とかしようと思わないのかなっていう、その考え方が非常に俺も気に入らないところがあって、これはうちの親にもあるんだけど、あとは子供が何とかしてくれるだろうとか、すっげえ無責任だよね、これって。押し付けだからね、はっきり言って。 で、それで当たり前でしょ、面倒を見るのは当たり前でしょ、みたいな風潮もあったわけじゃないですか。子供が親の面倒を見るのは当たり前それは小さい頃育ててもらったからとか、いや、好きで生まれたわけじゃねえだろっていう話じゃないですか。だから俺が例えばね、ちゃんと子供がいる環境であったら、俺は絶対に頼らないです。自分の金だけでやっていく。だからお前は早く独立して、あの、 まあ困った時はな、なんか助けてはやるけど、全面的なその甘々な助けはやらねえぞと。お互いはもう大人になったわけだから、あの、大人同士ということで、いつまでも確かにね、確かにそうやって親関係っていうのは切れないけれども、ね、実質切れないけど、経済的な関係っていうのは切れるわけですよ。 世帯分離とかやればいいわけなんで。そういうのはね、していくべきだなっていうね。実際だから自分の子供がいたら世帯分離しますよ。あの、させますよ。逆にね。で、なんかあっても面倒見なくていいからと。だってその世帯分離しとけば生活保護とかなんか困ったら本当にそういうとこ行けるわけだから。あえてその子供たちの人生を奪うような生活を強いるということを、好んでやらない、やらないですよ。普通の親だったらね。 本当に子供のことを考えてるんだったら、俺はやらないんじゃないかなというふうにね、思うんですよ。だからその昔からその、あるじゃないですか、その、サザエさん形式の家族みたいなさ、誰かしらがいればなんか面倒を見てくれるだろうとかさ、なんか弱ったらそういう考えなんのみたいなさ、そういうのがね、あの自分は好きではないので、だからそういう考え方っていうのは自分は受け付けないという、 考え方ですね。あくまでこれは個人的な考え方なので、感想である、あるし。いやいや、違うよそうじゃねえよって昔からの方がいいんだよって人はそれでいいです、えー。私と議論してもしょうがないので、私はあくまでもこういう考えの人間だというところで、やっぱり自己責任という部分はどうしてもね、否めないんですよ。嫌いな言葉なんですけど、自分の身は自分で守るっていうのはもう絶対鉄則じゃないですか。 どの世の中であっても、たとえ親子だろうが、兄弟だろうがね。だって困った時はだ誰も助けてくんないんだ、結局、本当にね。絶対そうだから、本当に命の危機が来た時って、我が身を守るわけですよ、皆さん。多分、だからそういう面、そういう目にあってないから、綺麗事とかを言ったりができると。まあちょっと話、は、はじはじら、れましたけど、 あくまでも、ちょっとそういう考えなのは、私はこういうところから来ていると。で、話を戻しますけれども、まあ、経営される実家暮らしの男性っていうのは、これ結構多いらしいんですよ。だからなんか、長男だからほら、実家面ね、親面倒見なきゃいけないとかって言ったら、それってもう十字架なわけじゃないですか。で、それをちゃんとやってくれる女性とあの、出会えればいいんですけど、相談所に来る女性ってそんな人いませんので、多分普通の出会いで付き合っていって、 結婚したらそうなるんですよ。だからそれは昭和の流れみたいなね、ところもあるんですけど。ただ、相談所とかでこの利害の一致を目的とした関係でそこまで行くってなかなかいないと思うんですよ。でいた場合はそれは超レアなケースと考えて、その方を大事にした方がいいと思います。通常は、いや、知らねえよ、他人の親ですみたいにな、なるのが普通なので。だからこういう、あの、 かはあるよ生活困んなないよ確かにそうなんだけどでも結婚するお相手の女性からしたら自分たちの独立した家が欲しいわけですよ。まあ、その、ほら、ね、自分とこのその両親がみんな滅亡しちゃうんだったらしょうがないけど、家は残るわけだから。だけどどっちかがやっぱり残ったりして、そうすると結局一緒に暮らすとなると、ほったわけにいかないでしょ必ず面倒見る羽目になるので。だからそれは、あの、 避けたいというのが実際のところなの人間の身長ですよ。そりゃそうですよ。だって、共にだって昔から一緒に住んできた仲とかそういうわけではないので、そんな既得な相談所とかに来る婚活とかでね、出会う女性でそんな方って少ないですよ。だからどっちの親もこれを面倒見るとかっていう形を取るならまだいいんですけど、かなりそんなバランスうまくいかないですよ。やっぱり。 介護にに伴うう費用っていうのはすげえ負担になるから、生きている人間の生活をそ阻害悪い言い方すると阻害するしてまでえ、それって必要なのかっていう、ほら、そういうことを唱えてる方もいるわけじゃないですか。だって先がないものにお金をかけるのはどうなのかというね、説もあるわけですよ。まあ、自分はどっちとも言いませんけどね、あえて言いませんけども、実際そう、 いいうう考えに至ってしまうわけじゃないですか金の問題ってなんだかんだきれい事言ったって自分が目の前にもう切迫した状態で本当に金がねえってなった時ってもう予期せな予期せぬ判断をするわけですよもうきれい事で生きていけないんでね自分がじゃあ死ぬのって話になるわけじゃないですか誰だって自ら自分から死にたいなんて思わないでしょなかなかまあ自殺願望がある方は別ですけど まあだからね、あの、時代とともに、だいぶ変わってきたよと。だ昔は金があって、実家暮らしでも、もう資産とかがあれば、医者、医者だったりしたらいけたんだけど、結局医者の親の人とかって、自分の子供が医者になった時に、こんなに苦労したんだぞと。手塩にかけて育った、えー、ね、息子に、見合う嫁が欲しいっていうのが正直なところらしいんですよ。だ多くの、 医者の、医者とのお見合いとかね、あの結婚相談所とかで組んでも、その男性の親が、あの、そのお見合いを潰すということもあるというふうに言ってました。このライターさんとかね。あの、婚結婚相談所とかやられてる方の話をするとね。で、逆のパターンで、女性が医者で、 男性が見合いって言うとそこまでないみたいです。相手の親が潰すっていうのはめったにないらしいです。まあそれはほら資産目当てとかっていうので金目当てで来てんなと思ったら潰されるだろうけど、通常の普通のお相手であれば、まあ娘が選んだんだからいいかということで、あの、普通に結婚進むらしいです。逆はな、なかなか進まないらしいです。だから多忙だったり、ね、激務だったりするし、 やっぱり休みの日も一緒に入れないとかっていうのがあるんでよ、呼び出されたりね、夜中とか。だからそういう生活、実際の生活をしちゃうと、いや、ちょっと医者の方ないなっていうのは今現在の20代、30代の女性たちの基準らしいです。昔はほら、古い世代はそういうのが好きだったから、ステータスが重視されていたんで、まあ医者だったら誰もいっかみたいな、とりあえず亭主元気で留守がいいやっていうね、そういう考えの方が多かったようです。 もうだいぶ時代がね、もう変わったよと、いうことを、何が言いたいかって言ったらそこを言いたいわけですよ。で、じゃあその必ず交際希望が来る30代婚活女性っていうのは何をやったかっていうと、例えばデートの後ですね。まあ大体が男はごちそうすると思うんですけど、まあ割り勘であったとしても、まあそれは別と置いといて、割り勘だったらお礼だけね、今日はお会いしてよかったです、みたいなね。おじ、おちそうなお時間ありがとうございましたぐらいの、 あとでそういうのを入れるらしいそういうお礼のメールとか連絡みたいなね。で、ご馳走してくれた場合は、あの、今度こういう、ね、今度こっち、こういうカフェがあるので、行きたいと思います。その時は私が出しますとか。なかね、そういう、他の方がやらないような、こう追撃といいますか。えー、それをね、やるそうですね。 あとは多分、ね、おってもらう前提なのかわからないんだけど、その後ね、ごちそしてもらいました。じゃあ、ね、今日はこれでって言った時に、まあ、これ心ばかりのあれですみたいなことで、ちょっとした手土産みたいなのを、なんかそういう女性が持たせたりとかっていうのをやるらしいです。面接とかほら、あの、就職試験と一緒だよね。あの、採用されたらほら、お礼状、お礼状みたいなの書いたりしたじゃないよ、ね。 やっぱりそれをもらうと、あの、採用担当者は喜んで、いや、この人にじゃあこれからも頑張ってほしいな、やっぱり採用してよかったなっていうふうに思われるみたいなさ、そんなんあったんじゃない昔。まあそこは古臭い部分なんだろうけど、うん、まあ俺はあんまりそんなの別にね、気にしないんですが、まあ例えばよ、例えば自分だったら、まあ車での,車でのデートが多いんで,で、まあこれはね、前の動画やってた、婚活動画やってた時も言ってたんだけど、 車で向かいに来ままでししたた待ち合わせの場所着きましたえそしたら女性がドリンクを1本持ってて、ね、今日ね一日よろしくお願いしますっつってなんかそういう意味でなんか何でもいいのに安い水でも何でもいいからペットボトル1本差し出すだけで印象が違うんですよだってどんなに安いものだろうが感謝の気持ちなんですよ それ値段の問題じゃないんで、金額の問題じゃないんで、まあそういう気配りができるかできないかっていうので、できない人間とこの先一緒になったとしても、一生そういう感謝みたいなのは、もう得られないと思うんですよね。最初だけかもしれないけど、そうやって相手がしてくれたことに対して、それは無償って考えて、まあ考えちゃいないんだろうけど、ね、やっぱりしてくれたという、 行為に対して感謝ができる、素直に感謝ができる女性と、できない女性って言ったら、できるを選ぶじゃないですか。だからそこが違うらしいんですよ。例えばこういうね、この、この、必ず交際希望が来る30代婚活女性は、やっていることっていうのは、ちょっと人と違う、一味違う、プラスアルファがあると。 そらそうだよね。そういうのは全くないんだったら他のね、その他大勢と一緒になってるわけだから、ただ美人か美人じゃないかとかね、それぐらいでしょ。さ、さ、さというのはそれぐらいになってくるんで、たとえ、ね、あの、美人じゃない方でも、そうやってやっぱり気遣いができる女性だってあるとわかれば、おってなるんですよ、男の人。だって婚活って大変な世界じゃないですか。で、疲れるし、心もね、疲弊していくし、 すさんでいくしね、自分自身も。で、またこういう人か、みたいな、正直あるじゃないですか、そういう気持ちも。だけど、あこんないい人いたんだ、みたいなことになればよ。なれば、全然違うじゃないですか。だから本当はね、あの、女性の方たちにこの動画はね、見ていただきたいんですけど、相手に、 相手がデートプランを考えた当たり前だ、男がやって当たり前だっていう考えはもう捨てて、そのね、40代、50代であってもよ。もう昔の考え方を捨てない限り、多分いい方とは、あの、出会えても振られると思います。うまくいかないと思います。だ年齢とか関係なしで、その社会的背景だとかもうどうでもいいんです。それよりも自分自身がお相手に対して心遣いができるか、 思いやりがあるかないかだけの問題で、もう人間性ですよね、だから。あの、早い話が。まあ、俺もね、その思いやりがじゃあできる男なのかっったら、それは欠ける部分もありますよ。ありますけど、いろんなところで自分なりにいろいろこうやってるわけです。で、それを今実際付き合っている女性が感じてくれてるんですよ。じゃ、だって感じながって意味ないじゃん。だ何のため付き合ってんのって話になっちゃうやんなんか楽しくもねえし。 ね、何の気遣いもねえし、みたいなさ、こんなぷっきらぼうな、ね、あの、いつもトゲ、トゲ、尖ってるような <laughs>、中年のおっさんですよ。だけど、そこに、彼女自身が何かね、メリットじゃないですけど、言い方は嫌ですけど、何かを感じてるわけじゃないですか。で、それはね、前の動画でもちょっと言いましたけど、自慢になっちゃうから、自慢とか言われちゃうから言いませんが、俺がだからすごいとか、そういう話じゃないんですよ。常にそうやって、やっぱり、 気がつかないなりにも、心遣いというか、思いやりを持って接しようっていう気持ちがあるんですよ。これなかったらもう終わりですよ、こんな。もうこの年でね。そういう気持ちを常に持たなければ、お相手もついてこないんですよ。本当は半年一年とかで終わってますよ、もう。 自分のことを棚にあげてとかっていうつもりはないので、あの、あの、ちゃんとやるべくとは最低限やってるつもりで、実際に今そうやって結果が出てるので、あの、あえて、えー、まあ、ちょっと言い訳っぽく言いますけど、みたいなね。じゃあやってない方とか気づいてない方っていうのは、もう一回ちょっとこう、あ、自分できてたかな、私できてたかな、俺できてたかなと。だから、女の人だけじゃなくて、男の人も、ね、女性が、なんか、 持ってきてくれたと。手作りの何かとかね。まあ、お土産でもいいですよ。なんか持ってきてくれた。ただわざわざそのね、気を使ってくれた気持ちに対して、そのものじゃなくてね、気持ちに対して感謝をする。素直にリアクションすると。まあ、それがほら、ちょっと嫌いなお菓子であっても別に、ね、笑顔で、あの、接するということを <laughs> いいんですよ。そんな、わがまま言っちゃダメです。 これはお菓子食えねえんだよなとか、そういう余計な一言は絶対言わない方がいいと思いますね。苦手なんだよなとか。苦手でも持って帰っていいね家族にあげればいいわけですよ。で、タピタにして、その家族の感想を聞いて、あ、美味しかったよとかね。で、また買って来られちゃったらちょっと微妙なんだけど、まあ、それはそれだよね。その時考えよそれは <laughs>。それはね。まあまあ、そういう形で、要は、あの、 まあ、配慮するという気持ちを持って接すれば、こういうモテる女性になれるよ、モテる男性になりますよと。モテるというか、まあ、あのね、婚活市場でも需要のあるえ人材になれるかなというところじゃないかなというふうに思います。あくまでもこれ、俺の感想ですよ。このコラムを見て、じゃあ何をやってたのと。まあ、こういうことがあったんですよっていう報告の動画なので。 まあそれに対して、まあちょっと自分の気持ちだとか感情みたいなのを少し足したというところになりますんで、まあそんなこんのでちょっと面白いネタがね、またありましたんで、で、これからもちょっと皆さんにこういうネタがあったらですね、あの、随時紹介していきたいと思いますんで、もしもうね、読まれてる方いらっしゃっても、あ、こいつが解説するとこういうふうな形になるのかという、 風に。なんかね、楽しんで見ていただけたらいいかなと。ちょっと自分と違う視点だなとか、いや、同じだなとか、っていうことで、あくまでそれ,それぐらいで十分です。あの、これについて議論をしようと思ってないので、あの、全くそれは無意味な議論になるので、感想ですからね。で、このね、あの、今回ニュースの方、たまにね、自分も目を通してます。 まあ今までね、せっかく、婚活経験があるので、経験者の立場から見たらこうですよ、シリーズみたいなね、形で今、実は、ひそがりやらせていただいてます。えー、今日もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。また面白おかしくやっていきますので、こう、ご期待。それでは、皆さんごきげんよう。じゃあね。